自分に本当に向いて心から打ち込める仕事から意欲と励みを見出して成功への道を踏み出すんだ。匠の大工は誰も見ないからといって床裏にひどい木材を使ったりはしない。人は自らの行動の中で自らを定義する。もう一人のあなたがあなたを見ている。だから頑張って。